アザラシ農園364日目でございます。現実世界では5月8日ですね。ちょっとね、昼ご飯を作りたくて、昼ご飯に冷やし中華しかの袋麺しか見当たらなくて、なんか作物ねえかと思って今探してるんですけど、なんもないなこの時期大丈夫か、このネギ枯れてんじゃねえのか、ほう、なんかねえかと思ってるんですけど、ないですねこの辺か、この辺積むか、この辺積みます、ここ取らん方がいいかな、これ取っちゃおうか、取っちゃおうぐらいか、豆これぐらいか、豆これぐらいだな。で、これからこれ食えそうな木ブロッコリーの芽を摘んでいきます。これ食えねえよな、硬いんだよな、この辺が硬いんだよな、こんなもんかな。茹でた水ってかお湯だな、沸騰したお湯にさっき取ってきた野菜を投入、これにカニカマ乗っけます。液体スープをジョボ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 っと、トマト、キュウリがあればこれができたんですけど、現実はこちら。はい、ごちそうさま。